イラッとする傘マナー違反自分も意外とやっているかも雨の日はただでさえ通勤や通学が面倒ところがそんな日の必需品である傘がさらに人々を不快にさせることがある思わずイラッとする傘の扱い方あなたも無意識のうちにやっていませんか傘で怪我をさせられた人の割合東京都が2013年 都内に居住する15歳以上の男女3000人を対象に実施したネット調査では、傘が原因で、他の人に怪我をさせられた、させられそうになった人は20.8%、344人、傘が原因で、他の人に怪我をさせた、させそうになった人は4.0%、66人だった。イラッとする違反だと思う傘のマナー調査で第1位は、傘を水平に持ち歩くでした。 NTT ドコモのスマホ向けサイト、D メニュー総投票数1万3259票や、マイナビウマン有効回答数169によるウェブアンケート調査の結果、傘マナーで最もイラッとする。マナー違反だと思う行為は、傘を水平横に持って歩くことだと判明。消費者庁が、加害者になりかけた男性の体験を、紹介し注意喚起するほど頻発。 消費者庁は2014年5月、傘の中央を握って地面と水平にして持っていて、急に立ち止まったところ、すぐ後ろにいた子供の肩を傘の先端でついてしまった、もし目に当たっていたら、とぞっとしたという30代男性の体験談を紹介し、注意を促した。水平持ちで当たった場合の衝撃は30キロ、NHK 検証。2014年6月放送の NHK 情報番組では。 番組内で実験が行われ、地面と水平方向に持った傘を振りながら、物に当てたときに傘にかかる衝撃は30キロと判明した。傘の横持ちは危険です。娘を怪我させられた女性が、必死の訴え、2015年5月8日、JCAST。ネットには、怒りの体験談、朝から、駅の階段で目をつかれそうになっている。2度も雨の日の日は これをプリントした T シャツを着て歩きたい。史上最強に傘の持ち方危ないおっさんいた。立てて傘を持った手を大きく振って歩く。20%の人がイラッとする傘マナーであると回答。D メニューの Web アンケートでイラッとされがちな傘マナー2位20%にランクインしたのは傘を振りながら歩く。マクロミルの調査でもどう行為が。 4位23%にランクインしているイラッとされる傘マナー TOP5 男性は女性に比べてオーラか無頓着2015年7月10日調べネットではブンブン振って歩いてるおばさんに刺されているなどの被害報告も傘を前後に振って歩く人間ゴミですね傘ブンブン振って歩いてるおばさんに刺されてんけど 俺の横通った女の子通り過ぎ様に傘振ってしずくめっちゃ飛ばしてきやがった水平に持つのと同じくらい凶悪。皆さんは傘をどういう風に持ち運びしていますか